ドニー・スコット・ハートは、アメリカが州国テキサス州タラント軍、ベドフォード出身のプロ野球選手。左投げ左だ。北米独立リーグアメリカンアソシエーションの、ウィニペグ・ゴールド・アイズ所属。2013年の MLB ドラフト27巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。契約後、参加の a 9アバディーン・アイアンバーズで、プロデビュー。 十九試合に登板して三勝一敗五セーブ、防御率二点二五、二十六奪三振を記録した。二千十四年は、A 級デルマーバ・ショアバーズでプレイし、二十四試合に登板して一勝三敗、四セーブ、防御率三点六八、三十一奪三振を記録した。二千十五年は、A 級デルマーバ、A 級フレデリック・キーズ、a 級ボーイベイソックスでプレイし、 3球団合計で49試合に登板して6勝2敗13、セーブ、防御率1.49、46奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2016年は開幕を A 級ボーイで迎え、40試合に登板して3勝1敗、4セーブ、防御率2.72、50奪三振を記録した。 7月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、17日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは主に左のワンポイントとして起用され、22試合に登板して4ホールド、防御率0.49、12奪三振を記録した。2017年は開幕ロースターに入り、4月7日にメジャー初勝利を挙げる。 この年は51試合に、登板、2勝0敗で、防御率3.71を記録し、躍進した年になった。2018年は、開幕を、トリプル A 級ノーフォークで迎え、シーズン通して、ほぼマイナーで過ごす。メジャーでの登板は20試合に止まった。2019年3月7日に、ウェーバー工事を経て、ロサンゼルスドジャースへ移籍した。その後、 4月4日に再びウェーバー工事を経て、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。7月31日にディフェとなった。2019年8月3日にウェーバー工事を経て、ニューヨークメッツへ移籍した。9月1日にディフェとなり、5日にマイナー契約で参加のトリプル a 級シラキュースチーフスへ配属された。9月14日に再びアクティブロースター入りした。 シーズン終了後に FA となった。2020年2月5日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、新型コロナウイルスの感染拡大により、マイナーリーグが開催されなかったため、公式戦に出場することなく、11月2日に FA となった。2021年5月21日に、 アトランティックリーグのガストニアハニーハンターズと契約した。8月2日にアメリカンアソシエーションのウィニペグゴールドアイズにトレード移籍した。左のサイドスロー投手でスライダーが売り。ありがとうございます。